以前ひろゆきさんに職場の人に頭では考えられないのと言われ転職に悩んでいた29歳 ADHD 女性です。結局退社しました。今はここからやりたいと思ったことがあり、乗馬学校に通うインストラクターになると新たな目標ができて資金作りをしています。新しい職場は VR の仕事です。あ、おめでとうございます。24歳女です。今52歳の方とお付き合いしています。その方は風俗時代のお客さんで、東京で会社を営んでいて年収は億超えです。私は地方に住んでいて週一で来てくれます。結婚して子供を産んでほしいと言われますが、私自身そこまで好きじゃないので踏み出せません。私の家庭は裕福ではなく事情があって、私の名字を背負うことにも同意してくれたり、週末婚だったりで私の理想ではなります。お金で幸せになりますか？はい。子供を作った後に離婚をすると、子供が手に入って、さらに養育費もゲットできます。なのでさっさと子供作って離婚して、子供付き自由しかも金があるっていうとになるので、で離婚した後にイケメンと再婚するとなぜかお金がもらえるっていう状況で、この子供がまあ再婚しないかこっそり彼氏を作ると、養育費をもらい続けながら彼氏と付き合っていて子育てをしてて、でもお金の心配ないっていう万全な状況になるので、さっさと子供を作るために結婚しちゃってください。犬に携わる仕事をしています。長野県松本市で日本史上最大規模のパピーミルが起きました。アニマル桃太郎というブリーダーが劣悪な環境で1000匹を保護する全国ニュースになりました。無麻酔で帝王切開したり、凄まじい劣悪な環境だったようです。しかし警察が介入して捜査中にもかかわらず、横のつながりの愛護団体に生体600匹を勝手に権利ごと移してしまったそうです。この事業所だけではなく、横のつながりの団体も絡んで大規模な犯罪だと思ってるんですが、どう思いますか？いや、だから僕はペットショップ嫌いなんですよね。パピーミルって、要は子供大量に、子犬を大量に作って売りさばいたりとか、あとは売れなくなった犬とかをペットショップから引き取って、餓死させたりとか、すげえ劣悪な環境で早めに死ぬようにしたりっていうのをやったりするんですよね。要はペットショップって子犬はすげえ高く売れるんですけど、1歳、2歳とかになっちゃうと、もう高く売れないので、ペットショップ的にも引き取ってほしいってなっちゃったりするので、お金を払ってそういう業者に引き取ってもらったりするんですよね。で、業者的にはもうさっさと死んだ方が餌代かかんないよねっていうのがあって、劣悪な環境で、育てて、まあ、死んだら死んだで埋めるみたいなのがあったりするんですけど、で、子供産む方でも別にまあ、狭いところでバンバン産ませて、さっさ、要は小さければ小さいほど高く売れるので、別に子犬をいい環境できちんと育てる必要ないので、はい、生まれました、次売りますみたいなことをバンバンやってたりする方が儲かるんですよね。なので、僕はペットショップでその物を買うって、犬猫を買うっていう行為が、そういうペットショップだったり、パピーミルみたいなところだったり、そういう悪質なブリーダーにお金を払う行為につながるので、なので、ペットショップで犬を買うというとか、猫を買うのは良くないんじゃないかなっていうのは、何度かちょこちょこ言ったりするんですけど、なので、もし犬猫飼いたいんだったら、市役所とかで、保護された犬猫っていうのがいたりするので、そこら辺から引き取るとかで、まあ、もしじゃあこの犬を飼いたい、チワワが飼いたいとかであれば、ちゃんとしたブリーダーにちゃんと連絡を取って、きちんと育てているブリーダーにちゃんとお金を払って、で、ちゃんとした育てているブリーダーって、やっぱり金かかるんですよ。なので、そこそこ高いんですよ。でも、ちゃんとしたブリーダーの、まあ、犬に、ちゃんとしたブリーダーにお金払うと、そのブリーダーはそのお金をちゃんとした、その環境で育てるっていうのに使ってくれるので、なので、ちゃんとしたブリーダーが増えるんですよね。要は、ペットショップで買っちゃうと、ちゃんとしたブリーダーは高く売るので、売れないですと。で、まあ、劣悪な環境で育てているブリーダーほどお金が儲かるっていう状況に加担することになるので、なので本当にその犬を飼いたいのであれば高い金を払うべきだと僕は思うんですよ。で、高い金払えない、でも犬飼いたいっていう人はエゴなので飼わないでください。もしくは保護犬、保護猫を預かってください。はい。なので僕基本的にペットショップで飼う人っていうのを馬鹿にするようにしてるので、今後ともよろしくお願いします。中国は TPP 加入申請書を提出しました。この件に関してひろゆきさんどう思いますか？まあでも入りたがるでしょう。ここでなんか中国を入らない形でアジアの経済圏っていうのをちゃんと作れれば結構うまくいくと思うんですけど、でも中国ってお金持ってるし、日本も割と中国寄りの政治家の人も多いので、なんか受け入れちゃうんじゃねえかなっていう気がしますけど。30代個人事業主女です。子供が欲しい私と子供を必要と思ってない主人との今後悩んでいます。主人は小さな会社を経営しており、子供がいないことに後悔するなら離婚した方が良いか悩んでいます。また個人事業主として安定していないこともあり悩んでいます。ピル飲み始めたって言って、こっそりピル飲みやめてください。生まれちゃえば、要は、
自分が下ろすという行為をしない限り、一回子供ができた場合は産むまで行きます。要は、父親がいかに下ろしてくれってお願いしたとしても、母親が病院に行って下ろすという行為をしない限り、子供は生まれます。なので、コンドームに針刺して穴開けてもいいんですけど、ピル飲んでますでもいいんですけど、とりあえず子供作っちゃってください。作っちゃえばなんとかなります。40過ぎたね、過去独身が父親に毎月家賃と携帯代のお金振り込んどいてと連絡してきます。父親もう何十年も毎月お金送ってます。そのくせ穴はプライドが高く思い通りに行かなきゃ昔から壁に穴を開けたり発狂したり人に投げつけたりととても手に負えません。私ももう70過ぎて娘の生活のために必死に働いてます。あ、親ももう70過ぎて娘の生活のために必死に働いてます。姉はそれでも仕事が続かずだらだらバイトして家に引きこもってます。私の LINE ももう魅力になり話を聞きがありませんし、解決策を何とかお願いしたく思います。解決してるんじゃないですか。多分その姉が社会でやってけないでっていうのはもう親はきちんと分かっていて、でもその追い出すっていうのもかわいそうだから、ずっと稼いで、まあ姉と一緒に暮らすっていうのを親が選んだので、なので、親自身が選んでるのであれば、それはもう解決してると思うんですよね。妹さんとしてはそれ良くないよねとか、私にもお金欲しいとか、なんか親かわいそうっていう風になるかもしれないですけど、でもその当人たちが納得しているのであればもうそういうもんだよねっていうので、僕はなんかそこはもう、好きに生きればっていうところでほっとく方がいいんじゃないかなと思います。その気に病むだけ。要はいくら気に病んだとしても状況が解決するわけではないので、なので気に病むだけ、なんか時間とその感情のリソースの無駄なんじゃないかなと思いますけど。ポコチャというライブ配信アプリで歌の兄さん侍というライバーを応援しています。後世相馬という名前でリスタートなど素敵なオリジナルソングを歌っています。今アプリ内でトップを目標にしつつ紅白出場を目指しています。毎日 YouTube をアップしています。紅白に出場するためにあと何をすればいいでしょうか。リスタート皆様にもぜひ聞いてほしいです。基本的にはどっかの大手のレコード会社に所属しないと紅白に出ることはまず無理だと思います。フリーランスで紅白に出た人の話って聞いたことないですよね。大体どっかちゃんとレコード会社に所属してるので、なのできちんとしたレコード会社に所属した方が可能性は上がるんじゃないかなと思います。固まり始めてきた。なんか割と長い時間こう配信をしていくと PC がちょっと不安定になるんですよね。日本テレビのスッキリのスカイハイプロデュースのオーディションから選ばれたボーイズグループ BE:FIRST を応援しています。世界で適用する音楽を目標としているんですが、どのようなプロモーションが効果的ですか？うんこを食べる以外でお願いします。また一ファンができることは何でしょうか？アドバイスいただけると幸いです。よろしくお願いします。YouTube の開始が固まってますけど、これは普通に配信はできてるのかな？できてないっぽい。あれ？配信は来てるかな？あ、じゃあいけてるのかな？僕の開始が壊れてるだけかな？基本的にはメディアにどう出るかっていうと、そのメディアが儲かるかどうかだと思うので、例えばそのメディアに出た場合、必ずそのテレビを見て視聴率上げるだったりとか、その商品が、企業案件とかを何かやってるんだったら、そこのなんか出てるそのグッズ買うだったりとか、そのなんか、じゃあどっかのお菓子とコラボしましたってだったら、そのお菓子買いまくるとかっていうのをやると、その企業がこのアーティストと絡んだ方が得だよねってなったりするので、なので仕事が増えて、出先もそれなりにだんだん増えてきたりするので、なので絡んだ商品だったり企画だったりにお金をガンガン使うっていうのを自分でやるのと、そういうグループを一生懸命作るといいんじゃないかなと思います。感覚は違ってました。彼女と付き合って2年ほどですが、政権を掌握に3ヶ月何もできません。彼女は過去に100人以上との関係があるのも最近知りました。さらに小児性愛らしく10代以下とキスしてハグしたいと。小児性愛がダメな理由を教えてくれと言われました。ご教授ください。単純に文化の問題で、今の時代は小児性愛良くないっていうことになってるんですよね。でもなんか明治とか、それより前の江戸時代とかって、小児性愛当たり前だったので、単純に文化の問題だと思います。で、そのなんかアフリカの部族によっては小児性愛当たり前みたいなところ今でもあったりするので、なので、ダメな理由って文化と法律っていうだけなんですよね。で、まあ彼女がそういうその10代にしか興味がないのであれば、もうあなたに興味がないということなので、さっさと別れた方がいいんじゃないかなと思います。まあ、結局例えば、ゲイの人に異性愛者になれって言うと無理だと思うんですよね。で、じゃあ、例えば
おばあちゃんに性的興味がない人に、なんか、おばあちゃんに性的興味を持ても、持てよって一生懸命説得しても無理だと思うんですよね。なんでその、性的興味とか性欲とかって、もうその、無理なものは無理なんで、他人がどうこう言って変えようとするのって、なかなか難易度高いと思うんですよ。昔その、同性愛というのが病気であるっていうので、なんか脳に、手術をして、そのなんか同性愛を治すみたいな手術を無理やりやってた時期っていうのがあるんですけど、で、それも結局同性愛が治るわけでもなくて、単に頭のおかしな、要はその脳の、脳量とか切っちゃったりするので、頭のおかしな知的障害者をいっぱい作っちゃっただけで終わりで、こんなことやっても意味ないよね、みたいになったりしたんですけど、ロボトミー手術的なことを昔やった時代っていうのがあるんですよね。なので、基本的にはその性的なそのなんか欲求だったりとかっていうのを他人が変えることはほぼできないと思った方がいいと思うので、なので、もう自分に興味がないのであればもうそれはしょうがないよねって別れた方がいいんじゃないかなと思います。あとまあそういう映画があって主演の人が結構優秀なんで、興味があったら見てみてください。タイトルすっかり忘れちゃった。その同性愛だったんですけど、ロボトミー手術を受けて、で結果として、自殺はしてないか。なんか、そんな感じの映画がありました。はい。見たんですけど忘れちゃいました。高卒2年目製造業から不動産営業に転職しようと考えてます。転職する理由は営業スキルを身につけたいからです。また今の仕事ではスキルが身につかないからです。私は今の仕事を続けるべきか転職するべきか、両者に共感してください。その、スキルって身につけたいのであれば、別に自分で身につけられると思うんですよね。不動産営業に行っても別に営業ってそんなにスキルってないっすよ。人に好かれるかどうかなんで、別に宅建取りますとかであれば全然いいと思うんですけど、なので、製造業で、まあ、ひたすらその LINE 校で何のスキルもないっていうのであれば、まあ、他の仕事の方がいいかもしれないですけど、でもなんか不動産営業っていう時点であんまりスキルにはならない気がしますけど、まあ、その営業スキルっていう意味で、その一生営業やりたいっていうのであればいいかもしれないですけど。上司のパワハラが会社がひどくて精神科で事情を話し、抑うつの診断書、1ヶ月療養を出して丸い休職。医師にも眠れないと話したため、睡眠薬を処方され、次の診断で睡眠どうと聞かれ、薬で眠もすぐ目覚めるので追加して飲む旨を話すと、睡眠が改善されてきているし、次回までに復職か退職か決めろと言われました。復職が不安で診断書をまた書いてほしいとするのはダメと言われてます。継続し長めの期間で診断書を書いてもらい、休職続けるのはどうしたらいいですか？病院変えてください。会社の紹介とかの場合って、割と会社に早く戻そうとしたりする場合もあるので、で、精神系の診断って、お医者さんによって結構全然違う判断出たりするので、自分に都合のいい判断をしてくる先生を探してみてください。3日で5億を売り上げたことで有名な伝説のキャバ嬢エンリケさんのセルフエステフランチャイズがスタートから約半年で10店舗近く閉店しています。110店舗近く直営なしのフランチャイズのみで運営しているみたいです。ゆるゆくさんは直営なしのセルフエステビジネスどう思いますか？まあ、単に騙されてやってる人が多いんじゃないですか？基本的にはフランチャイズって、そんなにうまくいかないですよね。フランチャイズでうまくいくところがあるとすると、テレビ広告を打ってるところっていうのがうまくいく可能性が高いです。要はフランチャイズってなんだかんだ言って、代わりに営業広告宣伝をしてくれるかどうかなんですよね。で、自分で客見つけられるんだったら、フランチャイズなんかやる必要ないんですよ。だって別にフランチャイズってところに入って、そこでなんかいろんな上納金払うことになるんですけど、それってお客さんを連れてくるから上納金払うわけで、お客さん連れてきてくれないんだったら、別に自分で広告宣伝打った方がまだ得なわけじゃないですか。で、ただ、コンビニみたいなお店って、テレビ CM 打ってくれるんですけど、いや、コンビニのような、じゃあ、食料品とか一般的な生活に必要な、生活に売りますよってお店をやったとしても、テレビ CM 打つのってめっちゃ難しいじゃないですか。ただ、テレビ CM を打ってくれるっていうのがあるので、コンビニのフランチャイズっていうのは入る意味があると思うんですけど、テレビ CM を打たないようなフランチャイズに入るのって僕ほぼ意味ないと思うんですよね。で、なんか営業のノウハウを教えてくれるみたいなのがあるんですけど、大体そういう会社に一回就職して働けば営業のノウハウなんですぐ手に入るんですよ。なんかじゃあ、エステのノウハウを手に入れたいんだったら、エステの会社に普通になんか契約社員かなんかで働いて、半年も働くと、あ、こういう感じでお客さん回すのね、とかっていうのもわかるので、なので普通に働いて半年後に独立すればいいだけだと思うんで、なので基本的にはそのテレビ CM を打たないようなフランチャイズっていうのはあんまりよろしくないんじゃないかなと思います。詐欺かどうかはわかんないですけど、ただ入る必要というかお金を払う必要ほぼないと思うんですよね。
モスバーガーとかもフランチャイズですね。なので、マクドナルドもフランチャイズやってますよ。なので、ファーストフードもフランチャイズよくあるんですけど、で、やっぱそのテレビ CM を打ってくれるので、じゃあモスバーガーっていう看板で店開くと、あ、モスバーガー食べたいっていう人が勝手に来てくれるじゃないですか。で、例えばじゃあなんか、ひろゆきバーガーっていうのを作ったとしても、ひろゆきバーガー何それ食べたいってならないじゃないですか。なので、ハンバーガーやりたいっていう人であれば、モスバーガーっていう看板を使った方が得だよね、みたいなのがあるんで、なので、あの、テレビ CM 打ったりとか、ブランド価値のある名前であれば、まだありだと思うんですけど。現在政府は日米同盟を重視してますが、自分はいずれ中国が世界一の軍事力を持つ国になり、日米同盟が事実上機能をしなくなる日が必ず来ると思います。その時日本は憲法改正し、再び自存自衛の道を歩むことになるのでしょうか。中国が世界一の軍事力になるかどうかは僕は懐疑的ですけど、ただ、アメリカが、要は軍事同盟を持っている国を守らないという可能性はあると思います。要は世界の警察としていろんなところに口を出してたアメリカなんですけど、そのアフガニスタンから撤退したんですよね。で、基本的にアメリカって、俺たち舐めたらお前ら殺すぞっていう国だったんですけど、そのアフガニスタンから撤退するときにアメリカ人めっちゃ殺されてるんですよ。で、本来のアメリカであれば、アメリカ人殺したからお前ら絶対許さねえってなるはずだったんですけど、今回諦めたんですよね、アメリカ人が。あ、そのアメリカ政府がね。なのでそのアメリカ人を殺したような政府でももうほっとくわっていうことにしたので、で、まあ一応その日本もその軍事同盟は結んでるんですけど、アメリカ人が殺されたにもかかわらず報復をしなかったアメリカが、じゃあ仮に日本人が殺された時に報復してくれますかっていうと、なかなかきついと思うんですよね。で、まあ、表向きはそのアメリカの核の下にあるので、その中国もその日本に攻めてこないと。なんで日米同盟って本当に戦争になった時に守るかどうかというより、その中国が日本を攻めるコストが高いと。まあ、アメリカがやってくるかもしれないし、攻めてくるかもしれないから攻めないっていう、そのなんとなくのバランスで成り立ってるだけで、実際本当に日本人が死んだ時にアメリカがガチで守ってくれるかっていうと、結構懐疑的だと思うんですよ。なので、長期的にはその日本が核を持った方がいいよね派なんですけど、僕は。ただ、アメリカが、じゃあその日本が核持ちますって言った時に、いやいや、お前何してんのっていうのは、もちろん中国も言うし、東南アジアも言うし、アメリカも文句言う可能性があるんですよ。なので、トランプ大統領が、軍事同盟の国でも自分の国は自分で守れる方がいいよねって言った時に、じゃあ自分で守りますって言って、日本は核開発をすべきだったと思うんですけど、残念ながらしなかったんですよね。なので、多分、バイデン政権が終わった後に、もう一回また要は、バイデン的な民主党的な考え方良くないよね、共和党のがいいよねっていう共和党に揺り戻しがあると思うんですけど、要はアメリカってその右取り合いを毎回揺り戻している国なので、だから揺り戻した時に自己防衛、自己責任っていう形で多分、そのアメリカ政府が言った時に、じゃあ、うちも核作るっすっていうので、核作るっていうところが落としどころなんじゃないかなと思います。なので、長期的にはその核を持たないとなかなか難しいんじゃないかなと思います。で、ヨーロッパの場合って、まあ、核もないときついよねっていうのがあって、で、フランスが核持ってるんですよ。で、そのフランス側とも核持ってるけど、でも、一応お前ら守るよって言ってるけど、フランスが守らない可能性もあるじゃないですか。なので、その EU 内っていうのは移動自由にするし、お金もユーロっていうのを統一するし、そのドイツ人でも別にフランスで自由に働けるようになるしっていうので、そのフランス人がいろんなところでも暮らすし、いろんな貿易をするから、なのでフランス人を守るためにはヨーロッパ全体を守らなきゃいけないよね。だからフランスの核っていうのがあるからヨーロッパ安全だよねっていうので、運命共同体にしちゃったんですよね。なので、フランス人って別にドイツでも暮らせるし、オランダでも暮らせるし、スペインでも暮らせるし、で、そこのフランス人が、じゃあ、なんかスペインの会社で貿易をやってて、フランスが儲かるようにしてっていうのもいろいろやって、ヨーロッパ中でいろんな人種、いろんな国の人が勝手に仕事を作って、勝手に生活をするっていうので、入り乱れるようにしちゃって、なんかあった時に、俺の国だけ守ればいいやってならないようにするっていう運命共同体のポジションを取ったのが、ヨーロッパがうまくいったところなんですけど、残念ながら日本ってそれになってないんですよね。そのアメリカ人がそこら中に日本にいて、で、アメリカとの貿易もあって、その行き来も自由ですと。ってなると、そのなんか、もし日本に何かあったらアメリカ人が困るじゃんってなると、アメリカもガチで頑張んなきゃいけないと思うんですけど、そんなにアメリカ人日本住んでねえし、まあ、いいんじゃねっていうポジションなんですよね。で、まあ、そのアメリカと日本が離れすぎてる問題もあって、やっぱ運命共同体にはなれないと思うんですよね。地政学的に。なので、運命共同体を作るというのが島国なので、なかなか難しいので、
やれるとしたらやっぱり日本自体が核を持つしかないと思うんですよね。もしくは台湾が持って台湾と日本で共同体を作るなんですけど、台湾にちょっと核を作る能力を期待するぐらいだったら日本が作る方が早いんじゃないかなというふうに僕は思います。9条があれば大丈夫っていうね。社会人2年目25人程度の規模の会社で働いてます。同期が一人いるのですが、馬が合わず後輩が入社するなり私の悪口を広めています。周りが大人のおかげで特に実害がないので私はいいのですが、私を仲良くしている後輩が冷たい態度を取られており精神的に病んでいます。何か良い対処方法はないでしょうか？後輩が悪口を広めてる。で、仲良くしてる後輩が冷たい程度を取られており。要はその、あなたの悪口を信じた人が冷たい態度を取ったの？それともその悪口を言った後輩が精神的に病んだの？ちょっとよくわかんないんですけど。で、多分その、ちゃんと話をした方がいいと思うんですけど、その、なんで、入社するなり悪口を言うことになったのかっていうのを、第三者を入れてきちんと理由を問いただした方がいいと思いますよ。何か理由があったと思うので、その人に。こんにちは。副収入としてストリートマジックで時給4000円を手堅くチップとしていただけてます。これをビジネスにしようか、もしくは仕事に生かす方法あるでしょうか。またコロナ以前の外国人のパフォーマンスに対するチップについてのお話があればお願いいたします。フランスの場合であれば、そのストリートパフォーマーをやる場合って、登録して、一応ライセンスを持っている人だけがストリートパフォーマーとしてできるっていうのがあるので、割とちゃんとお金もらえたりするんですよね。とはいえ、ノラでやってる人もいますけど、ただコロナもあって最近はほとんど見かけないので、なかなか厳しいんじゃないかなと思います。で、結局その時給労働にしかならないので、その時給4000円って言っても、じゃあその稼げる時間帯って決まってるじゃないですか。まあ、1日のうちに、まあ、4、5時間ぐらいしか稼げる時間ないと思うんですけど、でもそれも土日しかできないよねとか、じゃあそこに移動するのでもお金かかるよねっていうのだったりするので、結果としてその1ヶ月で考えると結構厳しいと思うので、むしろそのストリートマジックの派遣団体みたいな形になって、知り合いのストリートマジックやる人たちとかをそのお祭りとかに派遣するっていう業務にしちゃった方がいいと思うんですよね。要は行く人誰もいないんだったら自分で行けばいいし、でその知り合いが押し込めるんだったら知り合いを押し込んでピンハネするみたいな感じで、なので自分自身の労働っていう形じゃなくて、そのサービスを売る業者になった方が長期的には安定するんじゃないかなと思いますけど、自由ティーマ同盟アムスラブです。日本で非犯罪化させるためには、葉っぱが危険なものだと洗脳教育されてしまった人々に安全に吸って楽しんでいただく必要があると思います。そこでアムステルダムなどのマリワナ伯爵が非犯罪化されている都市で日本人が吸った場合、日本で逮捕される可能性ありますか？私はぜひ普通の日本人に自然の恵みをアムステルダムでたしなんでいただきたいと思ってます。一応そのなんか政府、厚生労働省とかだったりが、外国で大麻を使った場合にも逮捕される可能性はありますよっていう風のがホームページとかで書いてるんですけど、今のところ一人もいません。外国で大麻をやって、日本に帰ってきて逮捕されたっていう人は、今のところ一人もいません。残念ながら。まあ、厚生労働省では、それ逮捕されますよって言ってるんですけど、一人もいないんですよ。で、大麻を持って帰ってきて捕まった人います。まあ、なんでそうなのかっていうと、まだまあ、大麻法改正しようとしてるんですけど、法改正されてないんですけど、まず大麻を吸うこと自体は合法なんですよ。よくある誤解なんですけど、大麻を持ってることは違法なんですけど、大麻を使用することは合法なんですよ。なので、海外アムステルダムで大麻を吸いました。でももう持ってません。この場合って、大麻を吸ってること自体は合法なので、何の問題もないですよね。ただ、日本人に海外で大麻を使ってほしくないので、海外で使ったとしても、逮捕される可能性がありますよっていうことを言って、なるべく使わないでほしいっていうのが政府の意思があるんですけど、法律論でいくと、実は合法ですと。なので、逮捕されることはありませんよ。また法改正されるのでどうなるかわかんないですけどね。初の海外赴任で他社の方と一緒に仕事をしていますが、他社の人へ気を使いすぎ、評価を気にしすぎて仕事がなかなか進みません。人の意見や評価を気にせず、どんどん仕事を進めていきたいと思ってるんですが、どのようなマインドが必要でしょうか？ひろゆきさんの意見を聞かせていただけたら助かります。電話を切る。携帯電話オフにして、要は割り込みが入らないようにするって。割り込みっていうそのコンピュータ用語なんですけど、その例えばじゃあ仕事してますと、集中してますと。でも携帯電話が鳴っちゃったりしたりとか、あとじゃあそのなんか LINE とかでピコーンとか鳴ったりすると、それに反応しなきゃいけなくなるじゃないですか。なので、その、
電話って音が鳴りますと。でもメールって自分がチェックして自分から連絡をしない限り、メールを読んだことすら相手に分かんないじゃないですか。なので、その音が鳴ったりとか、例えば LINE って見ちゃうと既読がついちゃうので、既読がついた以上は反応しなきゃいけないとかなるじゃないですか。なので、その電話とか LINE とか割り込みをする、ツールだったらアプリケーションを全部オフにしてください。で、メールは別に見ても見なかったふりしてください。っていうので、完全に自分の割り込みが入らない状態っていうのを作って、で、その時間集中するようにしてください。っていうのをやると、割り込まれないので、ちゃんと集中できるんじゃないかなと思います。仕事でもプライベートでも尊敬していた先輩から時計の窃盗の濡れ衣を着せられましたが、私が取ったとされる時計は以前私が先輩にプレゼントしたロレックスでした。その後疎遠になりましたが、今でも何をしているのか心配になります。風の噂では近しい人たちから1000万円以上借金をしているそうですが、連絡しない方がいいでしょうか？はい。ちなみに私はその後ショックで鬱になりましたが、一年復帰して独立し、昨年の納税後の年収がようやく1億円を超えました。おめでとうございます。おめでとうございます。納税後の年収が1億円ってすごいですね。それってその、2億円の年収にして5000万円税金になったってことですか？おめでとうございます。お金のない人には絡まない方がいいです。要はその、お金がない。で、そのお金がないから疑心暗鬼になったりして、その他人を攻撃して何とかお金を取ろうとしてるっていう状態だと思うので、自己破産とかして、そのもうお金を取る必要がない状態になったら連絡すればいいと思うんですけど、今お金がある状態で入ると多分めちゃめちゃ嫌がらせされます。要はその嫌がらせをしたり脅したりしたらお金が取れるかもっていうふうに思われてると思うので、なので関わるだけメンタル削られると思います。化粧品、薬部外品を製造してます。先輩がミスばかりして困ってます。最近だけでもバルブ開閉の確認ミスによるチョンボし、何トンもの製品をすることになったり、先週も、先週も原料の準備を間違っていたり、出来上がり品を倒したり、必要量の原料を投入せずに試験出したり、上げるとキリがありません。課長、次長に以前相談し、指導してもらったのですが、根本は変わっておらず、結局ミスを繰り返します。無能な先輩のミスを減らすのにどうしたらいいでしょうか？また不可能なら退職させるにはどうしたらいいでしょうか？ミスを減らすのはあなたの仕事ではないので、課長次長に淡々と報告してください。で、課長次長がその人を残すのであれば、もうそれは会社の方針です。多分その先輩側のなんか社長の愛人だかわかんないですけど、なんか辞めさせられるような状況っていうのがあるので、で、そうするとその状況が変わらないので、なので同業他社に転職した方が安全かもしれないですよ。ただ、どういうことですっていうのだけ一応報告するようにして、その会社としてその方針でやってるのか、それともそのなんか、実はその課長次長の愛人でなんかクビにさせたくないっていうだけの話なのかっていうので、その状況をきちんと把握してから次の動きを決めた方がいいんじゃないかなと思います。ミスをする人ってミスし続けるので多分治んないと思いますよ。都心の、JR 中央線高円寺駅前のコミックバスターと申します。先日は貴重なアドバイス誠にありがとうございました。当店所属の若手芸人のスタッフが店舗 PR と漫画喫茶の安全性や楽しさを伝える動画を作ってくれたので自慢させていただきたいです。ひろゆきさんの FF14 の生放送出演楽しみにしてます。あざーす。なんかアドバイスしたんですよね。高円寺の漫画喫茶の方からスパチャをいただいてなんか喋ったということは覚えてるんですけど、僕記憶力悪くて何を喋ったか全く覚えてないんですよね。すいません。YouTube、はい、見てみます。はい。24時間640円、高円寺のネットカフェに突入してみた。あ、24時間640円安いですね。これは正しいと思います。はい。ものすごい暇でも24時間読み続けられそうってなかなかいないので、でも640円で24時間いられるとなると、1日暇だから行こうってなると思うので、これは全然正しい戦略だなと思います。はい。で、FF14 の生放送、今度出るんですけど、FF14 っていうスクエアエニックスの MMO の RPG があるんですけど、で、僕多分ね、第1回ぐらいから、5回、6回ぐらいずっと出てるんですよね。フランスに来る前は、日本でそういうイベントやってたので、で、そのイベントもニコニコ超会議っていうところでやってたので、そのニコニコ超会議で出たりとか、あと、申請が始まる前にニコニコの原宿にある本社っていうところでイベントしたりとかっていうので、割とその FF14 のイベントで、ちょっと顔出させていただいてて、で、アメリカの E3 でやった時もちょっと絡ませていただいたりっていうので、ちょっと FF14 の方々とはお世話になってるんですけど、で、僕はフランスにいるので全然出てなかったんですけど、またちょっと次回出るということで、はい、よろしくお願いしますって感じですね。全然関係ないですけど、FF14 のイベントで、フランスでやったやつがあって、で、それが参加するだけで、いろいろ FF14 グッズがもらえるってすげえお得なやつで、で、そのバックパック僕未だに使ってるんですよね。
基本的に買い物に行くとき、そのバックパックをずっと使ってるんですけど、で、あまりに使いすぎて、ちょっと破れてしまったので、ホチキスで留めてるっていう、そういう状態で使ってます。41歳独身男です。頭悪いバカなのって言われそうなのですが、自分は自信がなくて何かを極めようとするときに決断できないです。例えば旅行に行くにしても本当に行ってよいか誰かに大丈夫って言われないといけないのです。仮に自分で行かないと決めてキャンセル料を払って行かないと決めても後悔し続けてしまいます。なので誰かに助けてもらいたくて占いや霊能者依存になってしまって抜けられません。これではダメと思ういろいろやってますが動かないです。他者依存から脱出するにはどうしたらいいでしょうか。迷子になってください。最近はちょっとやれてないんですけど、僕は若い頃で趣味迷子っていうのがあったんですよね。例えば日暮里とか全然知らない街にたまたま行く用事があって、で、帰りに、あえて、駅じゃない方向に住むんですよ。で、東京の場合って、だいたい、5キロぐらい歩くと、どっかの駅に行き着くんですよ。隣の西日暮里に行くのか、だから箕輪っていう全然関係ない地下鉄の方に行くのか分かんないですけど、では東京都内って、大体どっかの駅に行き着くんですよ。全然駅のないエリアってないので、なので、全然知らない方向にバーッと進んで、で、その後に帰りたいなと思ったら、その駅がありそうな方向に進んでいくっていうのをやるんですよ。でも全然地図は見ないですよ。なので、行ってみたらもう駅全然なくて、マジで困ったっていうことになることもあるんですけど、所詮困っても1、2キロ歩くと、大体どっか出るんですよ。で、本当に帰りたかったら、日本って探せば地図あるんですよ。道路になんか道路表示板とかあったり、もう交番に聞いたら駅あっちだよって絶対教えてくれるので、なので困ったらなんとかなるんですけど、ただ、あえて自分の感覚を信じて住み続けて間違えるっていうのをやるんですよ。で、繁華街に行った方が駅が多いだろうと思って、繁華街に行ってみたら、なぜかいつの間にか工場地帯になってて、もう全然違うじゃんみたいになったりも含めて、迷子になるって遊びを僕はやるんですけど、で、それを自分の感覚だけで判断するんですよ。だからスマホの Google マップとか見ちゃダメですよ。別にサイコロで行く道決めてもいいですけど、っていう感じで迷子をやってみるといいんじゃないかなと思います。教育学部4年生です。もともと教員志望でしたが、子供は学校だけにいて人生を過ごすより、一度民間で働きたいと思い、5月から就活をしています。しかし、民間で働くことに母親が反対しています。どんな職種も反対され、教員にならないことを否定されます。これでも高校大学進学で常に口出されて行きたいところに行けたことはありません。進学を親に学級を出してもらったので仕方ないです。就職でやりたいことにはさせてほしいです。私は母親とどう向き合えばいいのでしょうか。そもそも就活しているのは間違いでしょうか。教員志望って言ってこっそり就活して、就職決まったら家ですればいいんじゃないですか。大学生で20歳超えてるので、で、就職先決まったら別に一人暮らしいくらでもできるので、要は会社の正社員です、新入社員で決まりましたって言って、ここ住みたいですって言えば、じゃあ契約できますよっていうので、不動産借りれるので、なので一人暮らしをする準備を始めてください。親としては教員になってほしいっていうのがあると思うんですけど、でもそれを別に従ったとしても、あなたの人生が幸せになるわけではないと思うので、なので、自分がやりたいことをちゃんとやった方がいいんじゃないかなと思います。最初は揉めると思うんですけど、孫ができれば大丈夫です。はい。孫ができて、孫見たいって言ったら、絶対あっちが頭下げてくるんで。こんばんは。29歳男、宮廷大理系卒 ADHD と ASD を合併しています。いわゆる毒親から逃げるために某都道府県庁を辞めて遠方に引っ越し、現在はニートです。現在住んでいる自治体の公務員試験をもう一度受けのそうかと思っており、少しずつ試験勉強を始めているのですが、半年間のニート期間は再就職に響くでしょうか。過去貯金の都合もあり、半年後にアルバイトを始めるつもりです。またよろしければ今後の身の振り方について、ひろゆきさんなりのアドバイスいただきたいです。よろしくお願いします。あと、半年間のニート期間は、自分で個人事業をやってたって嘘書いてください。で、なんかこんな感じの、なんかホームページを作ってましたとか、せどりやってましたとか、適当な、なんか個人事業をでっち上げて、ニートって書かなければ OK です。結局そんななんか、半年間あるとそれが突っ込まれるかもって不安になってると思うので、なんで、設定を作ってください。で、聞かれたらこういうふうに答えようっていう設定をして、友達に一応聞いてもらって、こういうことやってましたっていうのを言ってみてください。で、何回も人とその練習すると、素直に言えるようになるので、別にただ半年ぐらい休んでても、長い時間働いてたんで、ちょっと半年ぐらいダラダラして旅行したかったんですよっていうのを言えば、そうなんすかで終わる場合もあるんですけど、ただ本人的にそれが怖いんであれば、適当な嘘をでっち上げてください。
現在22歳のフリーターです。家庭の事情もあり大学に行くことを諦めていたのですが、行きたいという気持ちが忘れられず、実家にお世話に帰り、お金を貯めて奨学金を目いっぱい借りて来年受験を考えています。リョクさんから見て、今更奨学金を借りてまで大学行くメリットはありますか？はい。正直就職した方が賢明なのかなと考えてます。26歳の時に26歳フリーターと26歳大卒で新卒の就職活動してますであれば、26歳大卒の就職活動の方が全然楽なんで、さっさと大学行った方がいいと思います。ただまあ時間があるんだったら、その利子のかからない奨学金を取れるようにちゃんと勉強した方がいいんじゃないかなと思います。顎に砂鉄がついてますよ。すいません。あ、これ読んだやつですね。すみません。水に火を近づけても爆発しないのはなぜですか？水素と酸素からできているので、激しく燃えたり爆発してもおかしくないと考えます。むしろ濡れたり湿気たり火が消えてしまうのは当たり前でもあり、不思議でもあり、面白く思います。爆発しますよ。天ぷら油とかに水突っ込んでください。爆発するんで。天ぷら油をなんか200度ぐらいにして、で、そこに水をバーってかけると、ドーンって爆発するので、試してくださいって言うと、良い子は真似しないでください。はい。びっくりするぐらい大きな爆発が起きますよ。はい。なので、天ぷら油とかに火がついた時は水はかけないでくださいって検索すればいくらでも出てくるので、本当に良い子は真似しないでください。はい。で、ただ元々はその水素である H と酸素である O でできてるんですけど、ただH と O が結合することによって成分としては別のものになってるので、水それ自体は火がついたり燃料にはならないんですけど、ただめちゃめちゃ圧縮すると原子力と一緒で爆発するようになりますよと。あとまあ、水それ自体でも空気それ自体もいいんですけど、めちゃめちゃ圧縮すると、爆発しますよと。で、天ぷら油に水を入れた場合、なんで爆発するかっていうと、液体である水が、熱を加えられることによって、それが気体になるんですよね。で、液体と気体って質量でいくと、なんか、数百倍とか千倍だっけ？っていうのがあるので、水が一瞬のうちに1000倍の容量になるので、ものすごい、要は爆発をする、大きく、体積が増えるので、油が飛び散ったりっていうので爆発をするっていうところです。はい。手取り13万の3年目高卒正社員です。体積、そうですね。はい。月5万円ほど貯金をして、ボーナスを合わせると年間100万ほど貯金してますが、お、すごいですね。虚しいです。ほう。仕事内容に興味がなく、仕事は暇つぶしと捉え毎日作業をこなしています。仕事に対して興味の双方などありますか？それとも他の職に転職するか、今の仕事をしつつ、YouTube やゲーム実況などいろんなことをやってみる方がいいのでしょうか？まあ、基本的には仕事って暇つぶしですよ。で、その会社にいる先輩が、例えばなんか、27歳で月給30万ですとかであれば、その会社に居続けた方がいいと思います。ただ、その先輩が27歳とかでも別に給料20万とかであんまり変わらないのであれば、居続けてもしょうがないと思います。なので、その会社でスキルを上げることによって、何らかしらのその給料が上がるっていう構造があればいいんですけど、そうじゃないのであれば、さっさと辞めちゃった方がいいと思うんですけど、ただ辞めるんだったら、転職先を見つけてから辞めてください。辞めてから仕事を探そうは、仕事見つからない場合があるので。で、そこまでなんかやりたい仕事がないとか転職したいわけじゃないっていうのであれば、まあ、YouTube とかゲーム実況とかで好きなことやってお金を稼げる副業を探すのもいいんじゃないかなと思います。まあ今だとなんか切り抜きという副業が儲かるらしいですけどね。ここ荒らしたらどうなる？知るか。特にでもモデレーターの人がいるので、そんなに荒れないんじゃないかなと思いますけど。以前、ボスアース、アモアスでのはじめ社長についての発表されていたかと思うのですが、クイズノックのこうちゃんと菅井さんにはどう印象を持ちましたか？個人的にはクイズノックとひろゆきさんという組み合わせが意外すぎて楽しい半分、ビリ半分でした。クイズノックの元々の印象などあれば教えてください。なんか言っちゃ悪いんですけど、まともで頭のいい人って、大体パターンが同じになっちゃうんですよね。すいません。要はその論理的な推論をして、まあこういう風に喋るよね。で、敵は作りたくないので、そんなになんか突っ込んだひどいことをやらないみたいなので、僕そのおかしな人が好きなんですけど、そのおかしな人が好きな理由として、まともな人って想像を超えることがあんまりないんですよね。なので、なんか、大体、もう、まともな人ってこういう行動するよねっていうパターン通りで、まあ、もちろんそれは頭が良くて論理的な人なのでそういうことになるんですけど、なので、なんか普通にまともな人だなという印象でした。はい。なので、やっぱ頭おかしい人の方がなんか予想外のことするから見てて楽しいですよね。
飲食店経営者です。ブラック企業は良くないとは知りつつも長時間労働が常習化してしまってます。日本で飲食店を経営する場合に法定労働時間内勤務で利益を上げることは可能だと思いますか。いろいろ調べてみたところ上場企業の大手でも社員のサービス残業は常習化してるみたいです。まあ可能か不可能かで言えば可能だとは思いますけど、ただそれでうまくいくかどうかっていうとなかなか厳しいと思うんですよね。まあ多分今その例に出しているのがそのなんかチェーン店とか多いような店だと思うんですよね。例えばワタミとか後楽園とかで、あそこら辺のって結局そのある程度安い値段でいっぱい出して、なのでまあ安かろう悪かろうという言い方は良くないんですけど、まあ安いですと。なので安いからお金のない人たちがいっぱい来ますよと。でお金を払って買ってくんだけど、基本的には安いのでそのお店としては利益があんまり残らないですと。で利益があんまり残らないから、そこから給料出そうとしてもなかなか給料出せるほどの金額が残ってないので、じゃあ働いてる人も給料安いよねっていうだけで、なのでそのめちゃめちゃ高い店とかでやる分には利益は残るんですよ。確か恵比寿かなんかになんか一杯1万円だか5000円だかのラーメン屋とかがあると思うんですけど、ああいう感じのその高い値段を設定して、でそれでお客さんが払ってくるお店っていうのをちゃんと飲食店やれば別に給料全然払えるんですよね。だからすき家橋二郎とかも多分いい給料で払ってると思うんですけど、あとその有名なお寿司屋さんとか。なのでその飲食店でその利益を出すっていうのは高い値段で商品を出せば可能なんですけど、ただなんかあんまりそれをみんなやりたがらないというか、なぜかなんか安くてこう多くの人が来るっていう店をやりたがるんですよね。なのでその飲食店をやるのであればちゃんと高い値段取ってもお客さんが来るようなブランドだったりその広報戦略っていう方がなんか長期的には大事なんじゃないかなと僕は思うんですけども、はい。副業でアプリ開発をしています。メモアプリのジャンルは飽和状態で機能による差別化が困難なため、コンセプトによる差別化を狙い、最高にかっこいいメモアプリ、ハッカーメモを開発しました。一時的に有料ランク5位達成後、低空での伸び悩みです。アプリ開発でコンセプトによる差別化で攻めることは無謀でしょうか？別にコンセプトで攻めること自体はいいと思うんですけど、ただそのなんか、ハッカーメモっていうのが、まあ多分デザイン的にかっこいいからだと思うんですけど、そもそも論スマホのメモアプリで金払って使いたいと思う人ってあんまりいないよねっていうのがあるので、なのでその一定の段階でそういうちょっと変わった人が購入が終わると、もう別に誰も買わないよねって話だと思うので、多分マーケティングの問題なんじゃないかなと思います。はい。今日は少し声が低く聞こえますね。なんかファンの音が入るので、ちょっとそのマイクのボリュームを下げて、大きめの声で喋るっていうのをやってみたんですけど、そうすると声質が下がるの？はい。飲料系のアフィリエイトブログの月10万近く稼げるようになったんですが、目標である月30万くらいまで稼げるイメージが持てないです。会社を辞めることを目標にやってきたんですが、ここから目標に近づくためにはブログを増やす別の普及を始めると何かアドバイスをいただけませんか？それがなんかページビューがこうやったら増えるよねっていう段階でちょっとずつ増やせていて、で、ページビューが増えるに従って収入が増えているのであれば、そこは伸ばしようがあると思うんですけど、そのページビューが増えても収入が増えないパターンとか、そもそもいろんな企画をやってもページビューが増えないパターンとか、その何が天井なのかによってやることは変わってくると思うんですよね。で、その飲料系に詳しいから始めたというのであれば、他の業種のものを始めたとしてもそこまでの情報量がないのでなかなかきついと思うんですけど、その何にも知らない状態で飲料系始めてそれなりに伸びましたっていうのであれば、多分他の業種のブログとか始めてもそれなりに行くと思うので、なのでその状況によってやることは違うんじゃないかなと思います。29歳女です。職場の先輩男性と付き合いたいのですが、別部署でコロナもあり接点が皆無です。ひろきさんだったらどうやって仲良くなりますか？普段接点がないのに LINE で会話するのもどうかと思うし、その部署に転部したいみたいなよくわかんない理由をでっち上げて、なんかいろいろ相談してみてください。なんかその転部してどうやったらできるのとか、上司どんな人とか、なんか人はその部のことを聞きたいという体で、なんか適当な理由をつけて、で、会話をしてるうちに、なんか俺小説読むんだよねとか言われたら、どんな小説好きなので、あ、私も好きみたいな感じで、その人の趣味に興味があるみたいな形で、その人しかわからないものを聞くという形で進めるといいんじゃないでしょうか。青汁王子の切り抜きをやっております。登録者数は約2000名いるのですが、時事ネタや炎上ネタばっかり回ります。ビジネス系や通常失業等が回るようになるにはどのように切り替えていけばよいかアドバイスお願いします。諦めた方がいいんじゃないですかね。やっぱ僕の切り抜きをやってる人もすげえしょうもない時事ネタの方が回ってて、普通の話は回んねえなっていうのは多分思ってると思うんですよ。なので基本的に切り抜きってやっぱり
その人自身が好きであれば、その元のチャンネルを見るので、例えばその青白おじさん大好きです。青白おじさんの言うこと何でも聞きたいですと人って多分青白おじさんのチャンネルそのものを見ると思うんですよ。でも切り抜きって青白おじさん自体にはそんなに興味がない人が、そのサムネイルとかタイトルとかでクリックしてみるとかなので、基本的にはその一元さんが引っかかるような話題だったりするんですよね。だから時事ネタだったり、例えばその僕がなんか小室圭さんと愛子さん映画化した方がいいんじゃねみたいな話をしたとかっていうのって、そのたまたま聞かれたから答えただけで、別に僕天皇制に詳しいわけでもないし、その愛子さんとか小室圭さんがどんな人とか全然詳しいわけではないんですよ。ただ聞かれてこう思うよって言っただけで、別にその僕のなんか知ってる知識とか能力はほぼ使わないで喋ってるんですよね。まああんま知らないんで。なので、でもそういうやつがなんか再生数ぐるぐる回ったりするんですよ。それはその時事ネタだから。なので、その、自分がこういうの回った方がいいよねっていうのと、世の中の人が求めるものは違うというのはよくあることなので、なので、あんまり気にしなくていいんじゃないかなと思いますけども、あ、ピンポケしてます？いや、なんか、扇風機のリモコンがどっか行っちゃったんですよね。成長や努力が苦労を求める人を信用しても良いのでしょうか？いいんじゃないですか？成長を求めない人っていう方が、ちょっとどうかと思いますけど。なんか普通これ以上無理だよねっていう圧倒的な成長を求めて、それができないと怒られるとかであれば、さすがについていくのきついと思うんですけど、基本的には成長してもらおうとしてる人と一緒にいた方がうまく育つと思いますけど。グリーン車に赤ちゃんを乗せてくる親をどう思いますか？いつ泣き出すかもわからない赤ちゃんを乗せてくるのはグリーン料金を奪う行為に値すると思います。以前そんなことがあり、途中からわーわー言い始めました。その時僕はわざわざ車掌電気によって別のグリーン車に移動してもらいましたが、今思えば公開処刑してやればよかったと思ってます。多分怒りたいを優先してると思うんですよね。その車掌さんに言えば席変われるので、さっさと変わればいいだけだと思うんですよね。で、そのなんか自分側、そのなんか社長を呼んで移動するっていう行為を、グリーン車でお金を払ってもやらなきゃいけないっていうことで、なんかその人を優先されてるというように感じるからムカつくというのは、感情としてはわかるんですけど、ただそれをその公開処刑をしたことによって、多分スッキリするかもしれないですけど、世間的には、この人が悪いやつだよねっていうので、周りから悪いやつだと思われてます。なので公開処刑をしてるように見せかけて、そのなんか、その赤ちゃんを連れてる人を一生懸命怒鳴ってて、お前の方がうるせえよ、このおっさんうぜえなって思われるという状態なので、それは公開処刑してるように見せかけて、その公開処刑されてる状態に近い感じになると思うので、素直に移動するのがいいんじゃないかなと思います。なんか電車でそのなんかマスクをつけるかつけないかで、なんか若者と老人がこう言い争いをするみたいなのが、なんか動画で見たんですけど、そのマスクつけろって大声で怒鳴るぐらいだったらさっさと離れろよっていう。そのなんか要は問題を解決したいのではなく、その正義感を振りかざしたい人っているんですよね。だその若者がマスクをしてないということに対して、その怒った老人って多分マスクをつけてない若者を怒りたいが先なんですよ。そのマスクつけてないやつに、がいると、そいつはまずいよねであれば、もうさっさと自分から距離を取ればいいだけで、で、それに対して大きな声で喋るっていうのは、喋ることによって飛沫が飛んだりするので、なので、そのコロナのウイルスを飛ばさないというのが目的であれば、一切喋らないが正解なんですよ。っていう、その科学的なところではなく、単にそのなんか、相手に対して自分が正義を触れるっていう時に、その正義を触れる気持ちよさによっちゃって、大きな声でそのマスクつけてないやつはなんかおかしいみたいなことを言いたくなっちゃうみたいなのが、まあ割とその、人を攻撃することでそのなんかスッキリしがちな人って、ある程度のなんかストレスを持ってる人に多いんですよね。だからその、まあ、女の人でもたまにやるんですけど、やっぱ圧倒的にその年いった男の人がそれやる割合高いんですよね。そのなんか大衆の前でなんか説教のようなことをする人って。その、若者がその説教のようなことをするってあんまり見ないんですけど、なんかおっさんとかおばさんがなんか若者に説教のようなことをしてるのってよく見るじゃないですか。で、あれってやっぱりそのストレスが多いから結果としてその誰かを攻撃することでスッキリしたいっていうのをずっと溜めてて、で、そのなんか不正義なことをやってる人を見かけるとそれをなんか攻撃して気持ちよくなりたいっていうのがあるのかなっていうのがあったりするので、なのでなんか大変だなこういう人って思って傍目で見たりはします、僕は。29歳のやつ言いました。こんばんは。雇われることに向いてないことに気づき、自分で料理屋をしたいので、現在自分が尊敬する魚屋さんで目利きやさばき方の練習中です。魚屋から料理屋に行くとして、料理やパフォーマンスなどやったら面白いことありますか？まあ、趣味でやるんならいいと思うんですけど、まじ飲食店は一生食っていくのはかなりきついので、
その料理自体が好きでやりたいですっていうので、その一日中そのつけ場に立ってたいですとかであればいいんですけど、そうじゃない限りはなかなかきついと思いますよ。で、まあ、もしその魚に関してその目利きができて珍しい魚が手に入るのであれば、こういう珍しい魚がありますよっていう形でそのプロモーションは可能だと思うんですけど、現状飲食店で働こうっていうのはなかなか厳しいと思いますよ。要は好きだからやりたいっていう、その強いモチベーションがあるんだったらもううまくいかなかったとしても、まあ好きだから楽しいよねってなると思うんですけど。社会人2年目の男です。私は1年目は某大手の建設会社に就職しましたが、業務量や人間関係で鬱になり退職しました。今、小さな土木の会社に勤務し、勤務時間、人間関係などには満足してますが、小さい会社は大手に比べて給料が伸びにくいとよく言われています。これから給料を上げていく一番の方法は何だと思いますか？やはり案件をこなしていくことでしょうか？家畜業以外でアドバイスお願いします。その会社の売り上げに貢献すればいいんじゃないですか？なんか自分が営業を取ってきて、なんか年間にじゃあ2億円のそのなんか売り上げを立てました。で、利益が2000万円ぐらいですってなったら、給料500万円欲しいですって言っても OKOK ってなるので、なので要はその、お金が欲しい、給料が欲しいって、そのためにはその会社に潤沢なお金がなきゃいけないんですよね。会社に潤沢なお金があるから、その給料昇給させたりとかできるわけじゃないですか。だからその、まあ、30分ぐらい戻ってもらうと飲食店の話をしたと思うんですけど、その儲かってない飲食店って、やっぱり満足した給料をその社員とかスタッフに払えないじゃないですか。っていうのがあるので、その中小企業がなんで給料低いかっていうと、基本的に中小企業は大手に比べると売上が低いからなんですよ。なので、そもそも配るためのお金の原資がないっていう。なので、売上を上げるっていうのを意識した方がいいんじゃないかなと思います。はい。で、ちゃんと売上が上げれば、転職してもそれなりに、なんかいい待遇で転職できることもあるので。レンタルスペースチリチリナンバーです。レンタルスペース以外で新しく事業を始めようか迷っていて、持ちアイスクリームという雪見大福的なアイスが外国で流行ってるようで、日本でもインスタ映えするし、原価も安いので利益も出せるし、広告打たなくても勝手にインスタグラムで投稿してもらえるかなと思うんですが、ヒルクさんどう思いますか？なんか餅っていう名前のなんか雪見大福みたいなのを、ボンマルシェっていうデパートの一本隣の道のところに店があったんですけど、僕食べたことないんですけど、なんかそこそこうまくいってるみたいですね。なので、それなりに売れるとは思うんですけども、基本的にアイス的なものって日本の場合夏しか売れないんですよね。なので、もうこれからなかなかきついと思うので、結局じゃあ店舗を構えた場合って、一年中それなりに売り上げが上がってないと成立しないんですよ。他の国の場合って、その夏だけバーッと稼いで、冬何もしまくても、その超儲かってるから全然いいっすっていうのがあるんですけど、パリで割と有名なベルテイヨンっていう、アイスクリーム屋さんがあるんですけど、で、そこが、夏になると閉めるんですよ、本店が。要はすげえ儲かってていろんなところに卸してるから、夏になると、めちゃめちゃ儲かる時期なのにもかかわらず、バカンス行っちゃうんですよ、本店。っていうぐらい、めっちゃ儲かってるっていう、やる気のないアイス屋があるんですけど、でも一応そこの本店じゃなくても、ベルテイヨンのアイス自体買えるので、まあいいんですけど、ただ、基本的にはその秋とか冬とかでも大体並んでるんですよね、アイス屋なんですけど。っていう感じで、割とその、一年中ちゃんと売れるよねってアイス屋であればいいと思うんですけど、残念ながら日本ってその冬とかでもアイスを食う習慣がないんですよね。日本ってさ、飲み屋とかで飲んだ後に締めにラーメン食うじゃないですか。で、ラーメン食べたくなる理由として、その味の濃いものだったり、脂っこいものだったりで、ある程度その満腹感を満たしたいっていうのがあったりするんですよね。で、その感じで、なんかこっちの人って、飲んだ後にアイス食うっていう習慣がある人結構いるんですよ。なので、バーとか飲み屋街のところに、なんかちょこっとアイスクリーム屋みたいなのがあって、で、なんか夜中の11時とかに、冬とかでもなんかアイス食ってるやつ結構いるんですよ。っていう感じで、割と日本でラーメン屋がやってる需要っていうのがアイス屋が担ってる部分とかもあって、なので、こっちだとそのアイス屋が一年中なんとなく儲かるっていうのがあるんですけど、ただ日本だとそういう習慣がないので、アイス屋としてこう店舗を一年広げるのはなかなかきついんじゃないかなと思います。はい。風俗に逆指名制度を導入したら業界に激震が走りそうじゃないですか。例えば客をモニターで確認してあまりに不細工だったらお帰りくださいみたいな。逆の立場で考えると口が臭そうなババを抱けるかと聞かれると10万積まれてもいやいやいやと考えてしまいます。また3種のシーンにチビハゲデブのボトムアップにもつながると思います。逆指名制度どうですかね。多分その逆指名制度のお店に行くのは最初からイケメンの人だけで、で、逆指名だからまあ安いっていうので、で、実際にその金払う人たちっていうのは、チビハゲデブだと思うんですよね。そうすると、チビハゲデブの人たちっていうのが、
その、まあ、通常の素人さんが相手にしてくれないから、お金を払って相手をしてもらうっていうのは風俗なので、なので、金払いがいいのはチビハゲデブなんですよね。で、たまにイケメンのお客さんっているかもしれないんですけど、それって、その風俗がどんなもんなのかとか、付き合いで来てるだけで、風俗ドハマりするはないんですよね、基本的には。なので、チビデブハゲからいかにお金を取るかっていうのは風俗業なので、そのチビハゲデブが損をするような仕組みにすると、売り上げが結局下がるんじゃないかなと思います。で、先ほどのコンビニ店長ですが、匿名でオーナーの不正を通報しても、私もそのオーナーのグループの人間なので、連帯責任で本部からオーナーやらせてもらえない可能性があるみたいです。でも私は全くそうやっていません。どういう方法がありますでしょうか。チェーン変えたら、要はその、ローソンとかで、まあやっていて、で、そのなんか、不正で潰れましたってなったら、その店舗買い取りますっていうので、ただそれでじゃあローソン続けられないのであれば、もう契約切っちゃって、ファミリーマートとしてやるとかっていうので、要はその、まあ、あくまでその状況を説明して、その、フランチャイザーの上の方がダメだっていうんだったら、もう契約切り替えちゃった方がいいんじゃないかなと思います。30代女性、既婚、子供あり、最低賃金で働き続けるか、転職か悩んでいます。以前、医療事務パートにいて、教育や経営補助を任され、1ヶ月ごとに時給昇給。すると、社員や院長の奥様から風当たりが強くなり退職。紹介いただいて、隊員の理事長秘書へ転職。いじめはないが、最低賃金で仕事の負担は年々高くなる。しかし、もともとパートの評価制度がない、昇給制度について提案し、会議にて可決されるが、コロナ収入減にて現在難しい。いっそ転職かと思うのですが、再び以前のように出るくらい打たれるのが怖いです。最低賃金で働いてるっていう時点でもう意味がわかんないんですけど、さっさと転職した方がいいんですよ。要は、最低賃金で働いてるということは、基本的には、どんな会社に転職したとしても、今より給料が上がる可能性が高いです。今以上になります。100% 今以上になります。なので、さっさと転職してください。高3です。F ランでも大学が行くべきですか？はい。将来の夢が全くないです。将来の夢がないのであれば、むしろ大学行った方がいいです。その、大卒ってなるだけで、その、就職先って増えるんですよね。例えばなんか、たまたまこの仕事したいですって思った時に、応募条件大卒って書いてあるだけで、その大学行ってないと入れなかったりするんですよ。なので、その、これやりたいんだって、例えばじゃあサッカー選手になりたいんだとかであれば、もう大学なんか行かなくてもいいかもしれないですけど、何やりたいかわからないっていうのであれば、その選択肢を広めるっていう上では大学に行っといた方がいいんじゃないかなと思います。結婚を考えていて6年付き合った35歳を振って26歳と結婚予定の36歳男です。前の彼女とは円満に別れましたが、前の彼女の年齢的に結婚せず子供を作らなかったことをお互いに後悔しています。今のところ現在の彼女は黙ってますが、前の彼女に精子提供することは法的に問題ありますか？法的には問題はないですね。まだ結婚してないので。元の彼女は医療職でシングルとして生きていける力があり、経済的な要求はありません。経済的な要求はありませんは現段階なんですけど、ただ、じゃあ経済的に問題が出た時に、実の父親なんだからお金を払えって言われると、残念ながらお金を払うことになります。要するにその、今シングルで子供もいないから経済的に問題ないのは当然なんですよ。ただ、子育て始まりましたって言ったら、その、まともに働けなくなるじゃないですか。そうすると、まあお金足りないよね。で、毎月の要求欲しいよねってなると、まあ DNA 検査してあなたが父親ですよねってなると、それは普通に要求くれよって裁判所に持ってかれると 100% 負けます。なので、現段階でその経済的に余裕があるうんぬんっていうのは基本的に意味のない話だと思います。娘が保育士になろうと考えています。仕事内容と給料が見合わない安いと思っています。本人のやりたいことをやらせるべきだと思いますが、自分が看護師なので給料をどうしても比べてしまいます。まあでも別に本人がやりたいことで満足してればいいじゃないですか。世の中お金だけじゃないので。はい。現在20代の彼女が絶対音感を持っており、趣味でテーマパークやアニメ音楽のオルゴールバージョンをガレパンで作って YouTube で発信しています。またそれとは別にここなので作曲受け負ってますが、最近は YouTube 経由での作曲依頼が増えているようです。今後さらに仕事を増やすには YouTube をどう活かすと良いでしょうか？またもし直営業をお勧めするとしたら、オルゴール楽器を作る際の著作権問題など、どのような点注意したら良いでしょうか？ちゃんとジャスラックに払ってれば全然問題ないと思いますけど、ただ、まあ結局その、曲作成って言っても、アルバイト程度のお金にしかならないと思うので、それで本当に食っていこうと思うんだったら、ちゃんとオリジナルを作った方がいいんじゃないかなと思います。バイオハザードビレッジ発売しましたね。ひろゆきさんが最近気になるゲームは何ですか？よかったら顔出しで配信してるので来てください。なんかバイオハザード8が、なんかクリアしたよって友達が言ってたんですけど、なんか、僕はあんまバイオハザードとフォローしてないですけど、なんで突然ホラー系ゲームになって、それが失敗だったらしく8に戻ったみたいな
そんな感じらしいので、まあ、旧来のバイオハザードが好きな人は8割なんじゃないでしょうか。現役自衛官20歳です。自衛官の仕事は楽で安定している、安定してる、楽で安定してるんでいます。はい。ちなみに父親が建築家業をしていて稼ごうかなと考えています。自衛官を続けるか、父親の建築家業を続けるか、どちらがいいと思いますか？ちなみに自衛隊で大型免許の免許を取っています。そして一生自衛官をしたいとは思ってません。であれば、まあ、とりあえず自衛官だって親の仕事はいつでも継げるので、要は、まあ、親の仕事っていう、滑り止めがあるので、自分の好きなことやって、で、これが、まあ、きついわってなったら、その滑り止めの方の、親の方に行けばいいんじゃないかなと思いますけど。ひろゆきさんとリモートコラボをするためにパソコンを買いました。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。いや、別に他の人とも全然コラボ、できると思うので、全然僕でよければやりますけど、はい。コラボいろんな人とやるといいんじゃないかなと思います。はい。大悟さんですね、メンタリストの。はい。大学1年法学部受験修了友人と計画していた YouTube チャンネル過去海外の切り抜き天才を運営開始し、1ヶ月半ほどで登録者数3000人収益化、2週間で収益約8万円程度です。お、すごいですね。友人はコツコツ作業できないタイプで、統計分析や動画編集などのチャンネルはほぼ私がやっています。今後他にもいろんなことをこれを起点にやろうと話しましたが、収益を分けるのでさすがに今の状態の彼とは一緒にやっていけません。彼をやる気にするもしくは円満に切る方法を教えてください。もう彼いらないんじゃないなので、勤務時間っていうのをお互いにこう書くようにして、じゃあこれだけ働いたから、まあ勤務時間の分はじゃあこれもらうよと。例えばじゃあ時給1000円とお互いに分けて、で、それで余った分に関しては半々に分けようね、みたいな感じにすると、労働した分は労働した分でもらえるし、余った分は収益で分けるって形になるので、なので、ちゃんとそこら辺のそのお金をどう分けるかって話をした方がいいんじゃないかなと思います。高3男子です。将来は韓国に就職在住したいのですが、4年生大学から企業に入り韓国に行くか、専門や語学堂などを使って韓国に留学を就職するのはどちらの方が良い収入で就職が必要だと思いますか。専門は美容系に行きたいと思っています。最悪の場合、職種は何でもいいです。普通に大卒の方がいいと思いますよ。はい。現在文系大学3年でやりたいこともないのですが、少しプログラミング興味があり、最近プロゲートやで Python を勉強し始めました。就活が始まるので IT 関係の会社に就職した方がいいのか、それ以外の会社に行ってプログラミング勉強してから転職した方がいいのか悩んでいます。ご意見お願いします。まあ IT 関係の会社に入れるんだったらさっさと入っちゃった方がいいですよ。結局その IT の仕事で必要なスキルって、そのプログラムをどう書くかっていう部分だけじゃなくて、まあ SIA とかの場合ってそのクライアントをどう解くかだったりとか、その分かりやすい資料をどう作るかみたいな部分も結構重要だったりするので、なんでその業務ってどういうものなのっていうのが分かってた方が、まあ転職した時も転職やすいし、給料も上がりやすいので、なのでさっさとその会社ってどういうものが求められるかっていうのを知った方がいいんじゃないかなと思います。美容専門学校に進学した19歳ばっかです。大学へ行けばよかったと後悔しています。そのため、就活と一緒に大学受験の勉強中です。しかし、進学なら奨学金が必要です。今通っている学校も奨学金で通っているので、返済が大変です。あと、現役生と比べ2年遅れになるので、就職面では不安です。就職と進学、どちらが良いと思いますか？お金があるんだったら大学行った方がいいと思いますけど、お金がないんだったら、ひとまず、働いてお金貯めた方がいいと思いますよ。奨学金って言ってますけど、これ多分返さなきゃいけない奨学金なんで、多分借金なんですよね。なので、借金をしてまで、やるのはなかなか厳しいと思うので、ひとまず働いてお金貯めた方がいいんじゃないかなと思います。22歳ウェブライターです。自分は引くほど落ち着きがなくて悩んでおります。1時間すら座って作業するのも苦痛に感じてしまうので、集中力も持続しません。今後それを見込んで仕事を選んでいくべきでしょうか？それとも強制すべきでしょうか？営業とかにすればいいんじゃないですかね。よくなんか机にずっと座り続けないといけない仕事だと向いてないって話だと思うので、その営業だったり接客だったりっていうのであれば、リアルタイムでこう、対応してるだけで、リアクションをしてるだけで時間が経っていくので、なんでそういうコツコツやるタイプじゃなくて、リアクションでなんとかなるタイプのことをすればいいんじゃないかなと思います。渡辺祐介さん1万円払ってるけどコメントなしって。高校3年生で専門職大学行くのはどう思いますか？まあ、やりたいことがあるんだったら全然いいと思いますけど、あと、なんかこのアイコンめちゃめちゃいっぱい出してますけど、これなんか意味あるんですかね？勉強が得意でしたいこともないまま勉強を続け、今年東大法を出て司法試験合格後、大手企業法務事務所に入職する予定でいます。ただ事務所で死ぬほど働かされるので幸せになれるかなんでいます。量産型エリートになりたいわけでもなく、でもキャリアも積み上げないと不安です。幸せな人生のためのアドバイスをお願いします。多分やりたいことがなくて、これやってたらなんかみんなが褒めてくれるから、なんとなく勉強したらそのまま勉強し続けて、まあ、
今の状況に行っちゃったって人だと思うんですけど、なので、その勉強できると褒められるっていうのが、昔のモチベーションだったと思うんですけど、なので、逆に人に対してなんか丁寧にすると褒められるみたいなのもあると思うので、まあ、世の中っていろんな NPO みたいなのがあって、そのなんか、生活困ってますって人に、じゃあ生活保護を超えると取れるよとか、なんか交通事故を起こしたんですけどお金がないんですって人に、じゃあこういうふうに対処したらいいよみたいな形で、その、ある程度弁護士としての能力がある人が、その人助けができるタイプの NPO っていっぱいあるんですよ。なんでそういうところにそのボランティアで参加して困ってる人を助けるっていうのを、まあ、ただでやると割とそのありがとうございますって褒められたりするので、そこで承認欲求が満たせると思うので、なので無償労働をしてみるっていうのをやるといいんじゃないでしょうか。会社員で営業しています24歳男性です。会社の同僚だから社会人だから残業給与されても罰を与えられてもお金をもらっている限り今日言わず働くのが常識でしょう。会社員向いてないんじゃないと言われました。どう対処すべきでしょうか。自分の都合で休んだこともほぼないし営業成績もショップの人数10人中2です。無視してください。要はそういう考えの人がいるなっていうのは別に理解した方がいいと思うんですけど、ただそういう考えの人の考えを変えるのってすごく難しいんですよね。要はその頭の悪い人の頭を良くするのってすごく大変なんですよ。その日本ってその小中、まあ大体の人高校行くんですけど、高校ってそのなんか税金を払って頭が悪い人を一生懸命頭を良くしようとするんですけど、それでも高校出ても頭悪い人っていっぱいいるわけじゃないですか。で、そのなんか小中高12年教えても頭悪いわけで、そうするとその会社員の同僚程度を、まあこれから12年仲良くしたら頭良くできるかもしれないですけど、まあまあ難しいので、頭悪いやつはもう教えるの無理だよねっていうので割り切っちゃった方が人生楽なんじゃないかなと思います。はい。5000円のスパチャ読んでいただけると助かります。どの5000円でしょうか。英語が得意なコンサルライターですが、日本海外でリモートでマネタイズしたいです。おすすめのサービスがあれば教えてくださいまし。その日本のものを海外に持っていくってことですか？であればなんかオタク系のやつとか東京オタクボードみたいなのもあるんですけど、そのなんか日本のオタク系情報っていうのを英語にして送ると結構ページビューとか増えたりするらしいので、なので日本のマニアックな情報を英語化するといいんじゃないでしょうか。5000円ってどれなんだろう。ハウスメーカー勤務の設計職です。見出し残業が40時間で、それ以上超えると半期の査定の評価がされます。お客様との打ち合わせや掃除日などの仕事の忙しさから、業務時間外に仕事をしているのが多いですが、見出し残業や残業時間を査定に含める評価方法について、みんな、ひろゆきさんどう思いますか。まあ、結局その残業代を払ってたら割に合わないけど、まあ見出し残業っていうことにして、この間で何とかしてくださいねっていうので、人件費を下げるっていうのは、まあ、結局その労働時間とその営業成績が比例する会社っていうのはやりがちなんですよね。なので営業の会社ってそういうもんだよねって思うしかないんじゃないかなと思いますけども。あれ5000円ってこれ読んだ気がするけど、読んでない5000円があるのかな？現在大手製造業の研究職で内定をもらっています。昨今日本メーカーは業界的に下火であり将来的に不安です。また待遇も良いものではなく地方勤務や終身雇用が前提な雰囲気に不満を感じています。そこで IT コンサルという業種に目をつけています。プログラミングが得意であり業務内容に興味を持てること、上記のような不満も旗から見る分には感じないことから魅力があります。技術の廃れが早いことが気になりますが、ひろゆきさんどう思いますか。なんか新しめの技術とかってみんなワーキャー言うんですけど、実際問題その流行り廃りって追わなくても結構大丈夫なんですよね。これ前にも言ったと思うんですけど、僕最初そのパールで2ちゃんっていう掲示板作ったんですけど、その頃パールと PHP っていうのがまあ流行ってましたよと。で、その後 PHP 遅いよねとかっていうのがあったりして、なんかそのマルチスレッドがいいよね、Ruby とかの方がいいよね、みたいなので、じゃあ Ruby が流行ってる時代があって、で、その PHP が突然速くなるという時代があって、PHP 速いじゃんっていうのが、それは PHP の5とか6が出たぐらいかな。で、じゃあ PHP いいじゃんってなって、で、その後またなんか他のがいいよねと、Python がいいよねとかいろいろ出てきて、PHP 遅いよねってなるんですけど、去年ぐらいからまた PHP 速いじゃんってなるので、最初から PHP だけでよかったじゃんみたいなことになったりするんですよね。なので流行りしたりって追わなくても、まあ、プログラムってこういうのだよねって概念さえ知ってれば何とでもなるので、はい。一律給付金を出さない政府はもう不要というハッシュタグが毎週のようにトレンド入りしてるんですが、ひろゆきさんどう思いますか。政府も政府なのはわかりますが、国民も国民だなと思うんですけど、僕も一律で払うことは反対ですね。働いてない人にお金払ってもしょうがないので。
ベーシックインカムみたいな形で全員に対して払うのはいいと思うんですけど、その働いてる人で別になんか損してない人とか、働いてない人でボーナス入っちゃうっていうのもどうかと思うので、なので、税務署に関して確定申告で納税してる人で、その、まあ、去年の、2020年に納税してました。納税額が100万円でした。で、今年の納税額が50万円でしたっていう人って、収入がめっちゃ減ったから納税額が減ったわけじゃないですか。っていうので、その、どれぐらい収入が減ったかって、働いてる人でどれぐらい収入が減ったかっていうのは、補足税務署を使えばできるので、じゃあちゃんと収入が減ったっていう証明があって、働いてる人に関してだけは給付金を出しますっていう形の方が、まあ、総額が少なくて済むんじゃないかなと思いますけど。これ読んだやつだ。高校生です。バイトの面接でなかなか採用されません。採用されやすくする方法はありますか？清潔感とか見た目結構重要ですよ。高3男子です。文系ですが、建築業界に興味ができ、専門学校に住もうと思いますが、今からでも頑張って大学の建築学科に住むべきだと思いますか？はい。結局大卒の方が就職しやすいですよ。現在文系国立第一年生です。特に将来の夢がなく安定して稼ぎたいなと漠然と思っています。今、中国語と英語が好きで独学で勉強しています。おすすめの資格や職種になりますか教えてください。中国語と英語はチャットマスターできれば十分だと思います。三角語を喋れば、それだけで資格になるので、はい。コロナ禍の前の話ですが、彼女が会社の上司からセクハラを受けました。仕事後のみに誘われ、ある程度飲んだ後、急に胸を触ってきたようです。彼女は恐怖を感じ、その場から逃げ、すぐに家に帰りました。その後、出社して、その上司に会うだけでストレスなので、会社の人事に相談し、上司を移動させるとの対処をお願いしました。その結果、移動の事例直後に上司は自ら辞職しました。逆恨みともリスクがある中、どう判断すべきか、当時かなり悩みました。ヒロキさんはどう対処しますか？まあ、逆恨みして何かやれる可能性があると思うので、その護身用具を持つだったりとか、あとまあ、話しかけられた時に、それが証拠として、その接見禁止命令みたいなのを、まあ、警察に行って出してもらうために録音するっていうので、そのポケットにスマホを入れて、その、手元だけで録音できるようにする訓練をするとか、っていうのをしとくといいんじゃないかなと思います。結構ポケットにスマホを入れたまま録音ができるようにする訓練っていうのはやっとくと、会社員の人は結構得することが多いですよ。はい。明日退職を伝えます。なるべく即日退社したいです。何かアドバイスとエールをください。まあ、とりあえず辞表を書いといて、あと何て言うかっていうセリフだけ決めといてください。40代外資系服飾雑貨の小売業中間管理職です。先日会社が倒産し、会社都合退職となりました。ひろきさんがおっしゃってたように、ファッションやラグジュアリーブランド以外求人は壊滅的です。同業の求人は出てないと思い、現在定着活動中です。フランスの家庭雑貨ブランド、フランスの化粧品ブランド、医療委員や EC 配送企業の倉庫のマネジメントに一時通りました。どの企業が今後も長く続けられそうでしょうか？現職で便利屋のようになっていたので、昇級キャリアアップに対して明確な指針がある企業を希望しています。その企業の売り上げがどれぐらい維持できるかって話だと思うんですけど、その、フランスの家庭雑貨ブランドと化粧品ブランドが、ちゃんとした衣料品ブランドだったら、まあ、日本撤退することはないと思うんですけど、なので、その、要は、売り上げがどれぐらいかっていうので、その本国も含めて、安定してる売り上げがあるところに行った方が長期的に安全なんじゃないかなと思います。その今、LVMH とかケリングとか、フランスのブランドって、株価めっちゃ高いんですよね。要は、どうでもいいブランドっていうのが、その中、なんとか21だったり、ギャップだったりとか、ザラだったりみたいな、その、これ買いたいよね、じゃなくて、まあ、安いからこれ買うかっていうと、ブランドってめちゃめちゃ売り上げ下がってるんですけど、その、トップブランドってめっちゃ売り上げ高いんですよね、今。あとユニクロみたいな、物はいいよねと。なのでお金はないから物がいいものだけ買おうっていうところの株価が伸びてたりするので、そうじゃない服飾業界ってかなりきついんですよね。もしくはスニーカーを売るみたいな感じで、もう転売できるからスニーカーって買うと儲かるよねみたいなところ向けで、もう服ではなくて金融商品としてスニーカーを売るみたいなところがうまくいったりするので、なので、服飾業界はかなり業界がなんかうまくいくところっていかないところ分かれてきてるんじゃないかなと思いますけども。31歳女、20人ほどの会社で働いています。同じ仕事だった方が以前退職勧告され、辞めた後外注の形に今も働いており、自分もそうなるのではと思ってます。未経験で入り、寝を働いたので、そうなれば次に進んできたと思うのですが、過去に4社辞めてること、メンタルが少し弱いことなどを考えると、もし外注の打診があったら受けておいた方がいいかなと思います。どうすべきだと思いますか？はい。
外注受け取りに飛べます。で、外注にすると、復職し放題なので、なので、外注として安定した仕事とか、まあ一応外注なんで、定期的に仕事が来ると思うんですけど、で、その仕事をしながら転職先を探すっていうのをやれば、まあもしくはその副業を始めるみたいなのをやると、まあより安定するんじゃないかなと思います。というわけで、一通り、そう、なんか、回収できたかなという感じなんですけど、僕、日本に先週もいたんですけども、割と忙しかったせいで風邪をひいてしまいで、風邪でダラダラと過ごしてる間に、こう、一週間ぐらい経って、で、YouTube の録画配信をするのが、まあ、二週間ぶりぐらいになったんですけど、まあ、そんな感じで、ただまだちょっと体調全、良いわけではないので、ちょっと今鼻声なので分かる人は分かると思うんですけど、で、全然関係ないですけど、バーニングマンの動画をやたらいっぱい上げたんですよね。クレイジージャーニーっていう番組で、今度バーニングマンっていう、アメリカのネバダ州でやるイベントが特集されるらしいので、それだったらついでにこれあげようぜっていうね、バーニングマンっていうイベントに行った知り合いに動画データバーンと送られてきたので、で、最初に総集編っていう動画を上げたんですよ。で、最終編で動画上げて、あと残り12、3個動画があって、これを毎日いちいち上げるのめんどくせえなと思って、もうめんどくさいから全部上げちゃえって言って上げたら、登録者数2、3000人減ったんですよね。なんで YouTube って動画上げすぎると登録者数減るんだっていうのが分かったので、いい勉強になりました。はい。というわけで、一応登録者数を増やす実験っていうのを、Twitter と Facebook、YouTube でやってて、Twitter の方は100万超えるっていうのが一応目標達成できたので、で、次は YouTube の登録者数を増やそうかなと思っていたら、2000人、3000人減るっていうので、やっぱめんどくさがりってこういうの向いてないですよね。要は、上げすぎると人がその再生しなくなるは、もう、分かってはいたんですよ。分かってはいたんですけど、いちいち上げるのめんどくせえなっていうので、もういいやっていうのをやっちゃうと、まあ、案の定下がるっていうのがあるので、YouTube の登録者数を増やしたいな、みたいな人がいると思うんですけど、めんどくさいに負けないで、こまめにいろいろ頑張った方がいいんじゃないかなっていうアドバイスをしておきます。はい。僕はそういうのができなくて、めんどくさいに負けてしまいました。すいません。というわけでお疲れ様でした。です。